無理でしょ。おおおおおこんばんまで、ゴー、ヨー、サーン。うわ、なんだ、ここは。頑張って続けないということで、セブンメン様です。さあ、ということでね、今回は全人類が待っててあろう待って大好チャレンジの企画です。そう来なくちゃ。太鼓です。ですね、大人っぽくバカなことせずに、みんな待ってたでしょこの企画を。じゃあまあちょっとおもろいとは思うけど怖いんすよね。みんな違う、未知数すぎて怖えわ。みんな本当に今日 T シャツの会いるかどうか心配してたもん全員。まあこれなら大丈夫でしょ。これね、これなら、これならみんな大丈夫って言ってくれこれからチャレンジするお題が出てきますので、挑戦する順番を決めていきます。はい、その後、挑戦する人数をサイコロで決めます。1が出たら1人、6が出たら全員チャレンジします。はい、数字以内の人は全員やるってことですか？そうだね。じゃあ6番が1番やんなくていいってこと？じゃあ1番はもう太鼓さんで決まり。なるほど。2から6までを、まあ、6人で決める。まあ別にいつものことだもんね、太鼓からする。まあそうね。YouTube 版太鼓チャレンジ、やっていきましょう！イエス！一種目目は、ハーモニカチャレンジです。まあ、対抗チャレンジ恒例ですよ、これはもう。行くぞ、お前ら誰だ、俺の道連れは。6取ったら意味ないのか。頼む、出るな。6以外、1以外、頼む。うわ、マジで怖い。破片がさ、やばい、破片が跳ねる可能性あるから、リンネがいいとこだ。ダメだよ、ダメだよ。ダメだよ。じゃあ、対抗チャレンジは真顔で対抗。あ、杉田リンネです、頑張ります。あ、そっか、そっか、その決まりが、それも決まりだ、お願いします。杉田リンネです。ハーモニカを加えて風船割られても吹きません。よし。うわっ、悪いやつじゃない、あいつ。あああ、俺が声出した。俺が声出した。成功ってこと。成功です。成功です。よかった、よかった。すごい、すごい、すごいな。超湧き汗かく。やば。今野大輝です。話して、話して。あ、話したんだよね。手話さ、待って、俺加えられないの。結構配り。おおおお前、弱すぎるじゃん。しかも成功だよ。え、みんなすごいな。ヤバナリです、頑張ります。なんでみんなこんなのできるの。わー、怖かった。なんかでかすぎる。おー、おー、いい。ねえ、違うって。音でかいよ。ねえ、マジでやだ。怖い。目の前の方がいいよ、太鼓は。だって経験者だもん。そう、太鼓はね。だって顔面よりできてんだもん。太鼓です。風船を目の前に割られてもハーモニカ吹きません。本物やぞ。死ぬほど鳴ってますよ。怖っ。これはチャレンジ失敗ですね、佐々木さん。本家だけ失敗しとるやん。違うんだよな。違うんだよ。ボトルキャップチャレンジ。
やばい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 おーおーかっこいい。おお成功です。あ、成功だよ。すごい。髪怖い。さっきの素振り見せたから全然大丈夫。なるほどね。目も開いてた。いやー、俺は、俺、リンネのこと信用してるから。何？うん。こうするわ。マジで？マジで？リンネよろしくね。うん。頼んだ。できてるとこって怖いな、こういうことしだすから。10秒9あ、いけんじゃん8、7、6
おーし、すげえ。何秒ですか？ 57.84。 早い、すごい、口やっぱさ、吸うからさ、赤くなるね。素晴らしい、してくれるよね。だんだんね、クリアすればするほど渋いかもかもだね。よーい、チェックしよう、スタート。いけ、ピクピクしてんじゃん。これ孫じゃない孫じゃない。まあまあまあ、ちょっと1分間。あ、これレモンの戦略だ。感じてんな。食い終わった後絶対待ってますって言うだろ。そんな広がりすぎた。あと30秒です。ダメでしょ、こんな。まあまあ一応1分待ってもいい。かっこいい、1分待つかレモンなくなるの待つか、どっちか。レモンなくなる待つか。なんかこいつは楽しようとしてるよ。何分で食べきれるかのが最低。じゃあ押しちゃうか。おー、おー、あー、こうやって、あー、よし、タイムは2分2秒です。そうだ。いや、しかも食べれてないっすよ。後半の4つぐらい食べれてない、ね、俺らよく頑張ったでしょ。頑張ったね。ちょっと沈まないね。落ち込んでんやん、もう。ということで、次の種目は、はい、黒ひげ危機一発ハーモニカチャレンジ。じゃあ行きます。せーの。うわ、3位が出るな出るな、ダメ、出るな。うわっ、1が出ました。ということで、このゲーム対抗だけ参加ができません。よい、スタート。うわ、おー、危ないよ。おいーおいーおいー、ちょっと待って、よしよし、あ、いいよ。お、あ、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください今みんなそのままで今ちょっとね、うん、失格です。いいよいいよ、よし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 、うわさあ、無理だわ、無理です。え、逆にこれ我々は笑わしに行ってもいいわけですか。いいよいいよ。山田くん刺してみな、飛ぶぞ。ダメだ、みんなカメラに背を向けちゃダメだ。そうだよ。あ、わぁ、なんかやばいぞ。どちらおい、なさい、最後さん、この人です。やりましたか。はい。いや、こんなの、こんなの、今こんなの。みんな知らないの、みんな知らないの。ちょっと目見ながらね、こいつ悲しい顔。目線合わせて、目線高さ合わせて。おお、まあ終了でございます。すごい、リンネ。うわ、ちょっと悔しい、これ顎筋が痛い。あー、楽しい。小麦粉チャレンジ。これだけさ、本家じゃん。出た。これはもう対抗チャレンジの原点、ここから始まりました。対抗チャレンジが今日はスペシャルということで、はい、ブロワーを用意しました。はい、これで。わー、来たおっしゃ。わっ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 、うわ。
ご収集さまです。こういう時、こういう時いるんだよ、いろんなとこに、あの人一人なぁ、さすがだなぁ。こちらがブロワになっております。あ、じゃあ山田さんこんなにいます。まだ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 対抗チャレンジをやってこそ、ジュニア。よし、飛ばせ。オーケー、いけ。近いって。無理でしょ。これ無理だよ。誰？しっかー。リンネはさ、俊敏だからワンチャンいけるぞこれ。ゲリー。はい。ゲリー。はい。ゲリー。はい。あーでも。まあ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 失格っていうことがついたね。お、え、うん、受けた。お、お、成功？成功っすか？やった。浅草さん成功です。ありがとうございます。じゃあ行きますよ。髪が白くなってます。ほら。おいおい何しちゃうねん。何イチャイチャしてんすよ。ちょっと顔が面白かった。おい。ああどうだどうだどうだ。はい。ああ。白いです。白いひげが生えてるね。これが対抗チャレンジだな。これだよ、これがこれ待ってたんだよ、みんな。佐々木さん見せてくれ。やっぱプロの意地。プロスイッチオン。おー、ずらした、ずらした、ずらしますね。おした結局成功したのはコンピだけ。早かったね、コンピすごい。避けれる人もいるんだね。ちなみにこれ誰が勝ったんですか。そう、そこなんです、大事なの。あ、計算してほしい。レイヤー2点、はい、モタガ1点、ヤバナ2点、コンノ4点、タイコ0点、リンネ15点です。いや、リンネが15点も思えてる。ゼロゼロ。最高チャレンジが難しかったのかもわかんないよこれ。俺らが成功しちゃってるからさ、苦手だったのかもしれない。いや、本当は難しいんだよ、これ。どうする、最後これ全部同時にやるな。風船とブロワーと。いや、でも風船が怖がってたから風船避けながらサーモニカつけて風船ビビりながらブロワー避けながら。あ、いいっすね。そしたら勝ちでいい。